台風15号の影響で浜松市天竜区緑恵台では土砂崩れが発生。住宅など3軒が被害を受け、巻き込まれた住宅に住む家族3人が軽いけがをしました。今回崩れた現場について周辺住民からは気になる話が。複数の人が数年前からダンプカーで土砂が運び込まれていたと証言。盛り土によって被害が拡大した可能性が浮上しています。土はどんどん増えていってたんでしょうか。そうです、増えていってました。何年間ぐらいでですか。いや、だいたい10年ぐらいじゃないかな。土の出し入れっていうのは何か見たりしたことありますか。あそこに入れてるのは見たことありますけどね、ちょっと気にはかけてたけどね、まさかこんな事故になるとまでは思ってなかったですね。不安でしたね、やっぱりね。何かこう大雨になった時ね、ほら よそでもいっぱいそういう事故があるじゃないですか、被害がね。だから本当にもうそういうことはもうあってほしくないですよね。県と浜松市は昨日調査を開始、さらなる土砂の崩落を防ぐための応急対策を講じました。盛り土による土砂災害、思い起こされるのは去年7月に熱海市伊豆山で起きた土石流災害です。ここ類似した点というか共通点みたいなところって今お感じになる。まず水でしょうね、湧水が出やすいところ。熱海の原因というのは湧水ですから、排水施設がない、それは事実だと思います。転圧もされていない。転圧はまあ実際に物理的にできないので、それが原因だろうなと。今日午後定例会見を開いた浜松市の鈴木康智市長は、今回の土砂崩れについて第三者委員会を立ち上げて検証する方針を明らかにしました。もう大変有識ことでございまして、これからですね、その今までのですね、経緯の中でどういうふうにその現場の状況を把握してたのか含めてですね、しっかり検証してですね、対応していきたいというふうに思っております。盛り土があったかどうかという、私も今日午前中にその報告を受けまして、で、これまではその認識がなかったんで、それを含めてですね、これ第三者委員会でですね、しっかりまた市は去年実施した盛り土の総点検では調査対象に含まれていなかったことや、2014年頃から少なくとも4回近隣住民から土砂の搬入に関する情報提供や相談を受けていたことを明らかにしました。今後当時の市の対応や責任の所在についても調べていくとしています。